くれていかがでしたでしょうか。いや、前日の練習から非常にいい入り方ができたので、僕のヘディングっていうよりどれが良かったですか。ただ倒れてすぐ立ち上がってヘディング、気持ちが感じられました。まあ、そうですね、やっぱ結果残したかったですし、やっぱり勝利届けたかったんで、まあ、点取れて良かったです。嬉しい、プロ初ゴールになります。そうですね、自分でよりかごやれってバンドさんとかにも言われてたんで、自分でできて良かったです。リーグ戦につながるいい試合ができたんじゃないですか。まあ、自分たちは本当にリーグ戦につなげるために勝利で終わろうという話をしてたんで、次のリーグ戦またファンサポーターの声援を力にチーム一丸で頑張るので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。本日は高山選手にお話を伺いました。そして続きまして、この方もプロ初ゴールでした。黒川敦選手にお願いいたします。振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、前半初めにいい形でゴールができて、いい時間で連続にゴールが取れたんで、後半も 2-0 で折り返してしっかりと、ゴールが取れていい流れでゲームを止めてくれたなと思います。今日の試合どんな気持ちで挑んだんでしょうか。明日からグランプリ行くということで、一回チームで結果残してから行きたかったという気持ちがあったので、初ゴール決められてよかったです。しっかりと決めていきました。プロ初ゴール振り返っていただけますか。綺麗な形じゃなかったんですけど、全員で取ったゴールっていう形で、僕のゴールになったので良かったと思います。中国国際に期待しています。サポーターの皆さんに最後に一言お願いします。しっかりとフランスでも結果を残していきます。高山選手、お立ち台に立っていただいて。
てサポーターの皆さんにメッセージお願いします。ありがとうございます。やっとグランハイ、相手決まってしまいましたけど勝つことができました。この勝ちをリーグ戦にみんなにつなげたいと思うんで、これからも一緒に戦いましょう。